マリア・フランシスカ・ベネディタ・デ・ブラガンサは、ポルトガルの王族、ポルトガル王女。ポルトガル王女で一世の末娘で、女王マリア一世の妹。マリア一世の王太子で、老いのブラジル公ジョゼと結婚した。全名は、マリア・フランシスカ・ベネディタ・アナ・イザベル・ジョゼファ、アントニア・ロレンサ・イナシア・ヘルトルデス・ヒタ・ジョアナ・ホーザ。ベネディタは、ジョゼ一世王と、 王妃マリアナビトーリアの四人の娘たちのうちの末娘として生まれた。音楽をダビデ・ペレスに絵画をドミンゴス・セケーラに学ぶなど高度な教育を受けた。ベネディタと姉たちの制作した絵画作品は現在もエストレラ大聖堂に残っている。1777年2月21日、30歳のベネディタは長子で多い継承者のマリア王女の長男である。 15歳の、オイベえラ公女王ゼと結婚した。二人の結婚から三日後に、夫王女王ゼ一世が亡くなると、長子マリア一世が即位し、夫のべえーラ公女王ゼが、王太子、ブラジル公となったため、ベネディタもこれに伴って、王太子妃、ブラジル公妃となった。ブラジル公夫妻は11年間の結婚生活で、子供には恵まれなかった。1788年、 夫のブラジル公が亡くなると、ブラジル公未亡人となったベネディタには、長い家父としての生活が待っていた。しかし、王家の他の未亡人たちと違い、ベネディタは、教会や女子修道院、さらには、退役軍人病院を建設するなど、精力的に活動した。1808年に、ポルトガル宮廷が、ナポレオン戦争の戦乱を避けて、ブラジルに疎開したは、王家の一員として、 これに随行した。ベネディタは1829年にリスボンで亡くなり、サンビセンテでフォーラ修道院に埋葬された。ありがとうございます。